12時を回りまして26.7秒というところでございます。12月18日金曜日、主婦帯金曜担当、玉木佳乃のののスタイルスタートでございます。さあ、今日は慌ただしくねスタジオに入ってきましたけれども、一つね今日のコーナーで紹介する、材料をですね少し分量分けてましたそして実はですね、今日はこの後スムージーのご案内もねしていきたいなと思うんですが、いきなりスムージーと言われてもっていうところあると思います。さて、12月18日を迎えまして、いよいよ12月も中盤戦でございますけれども、そうなんです、クリスマスまであと1週間となりまして、そう今日はね1週間前ということで、当日にやっちゃうと準備もできないかなということで、なんかクリスマスに関する情報を発信できたらいいなということで、この番組ではですね、今日はクリスマスソングと合わせてちょっとした簡単メニューのレシピの紹介だとか、あとクリスマスのあのに対応できそうなデザートスムージーっていうのもいいんじゃないかなということで、はい、私ローフードマイスター玉木がおすすめする今旬のリンゴを使ったスムージーもご紹介していきたいなと思います。さあ、今日はですね女子力向上委員会のコーナーをお休みにしまして、このようなクリスマス情報を私なりの目線でお届けできたらなと思っています。そしてね、あのね今日ねこんなに暖かくなると思わずに、お布団をね干したかったんですよ、すごく。でもなんとなく分かんなかったから一応まあ中の方でね、日差しが当たるところに中にこうまあ日の当たる部屋に椅子を置いて、そこにちょっとお布団とかをなんとなくこう、まあ、天日干し外にはできないけれども、せめてということでもうざーっとカーテンとか障子も全部開けてですね、日が入るような感じで布団もなんとなくおうち干しっていうのをねやってきました。よかった、今頃当たってるはずと思いながら今ほっとしてるところです。そして沖縄市中央パークアベニュー角にあります FM コザのスタジオなんですが、すごいですよ、アーケードすごくキラキラだもんね。そして今日はハイビスカス、またブーゲンビリアの花も綺麗に彩っております。まあ、ピンク色なんですけれどもね、こちらのお花は。で、今日はそのブーゲンビリアも今私手元にね持っていまして、ユースとツイキャスからご覧の方は吉野さん何か花持ってるみたいな感じになってますが、ブーゲンビリアを今手にしています。これもスムージーの、まあ、飾り付けに今日は使ってみようかなと思っています。先ほどはいちょっと2つ3つ取りますよって言って一応お辞儀して取りました。これ誰の葉っぱかわからないんですけどもね、はい、いただいております。さあ、ということで今日は、はい、すごいね、初めての方かな、いきなり私が話変わったのはツインキャスのコメントを見たからです。こちらはですね、沖縄北さん、あ、沖縄北さんだ、玉木佳乃さん、しかも漢字で、私の漢字よくわかりましたね。玉木に、乃木将軍のノが私の当て字でよしと読みます。そして吉野ののは野球の矢、野菜の矢って書くんですね。なので見た目には玉木ののさんってよく言われます。はい、玉木佳乃さん、中がなびらということでありがとうございます。タロイモさんからも、あ、タロイモなってる、タロイモなってる、すごい、何この番組かわいそうって、めぐみちゃんがとうとう自分から名前を変え上がったっていうね。違う、私変えてって言ってるわけじゃない、タロスケさんなんです。ですが、私のこの時間だけなのかな、タロイモになってる。ありがたいわ、もうね、染まってくれたね、野本吉野さん、めぐみさん、こんにちはということで、そう、あのね、太郎介さん、太郎山さんの、太郎山さんって呼んでますけども、名刺、今日持ってきたわけ、私がずっとお預かりしていて、あのやっこちゃんとか磯子真紀さんに渡してよって言われてたんですけれども、はい、言われてたんですけれども、私が渡していなくて、あの太郎介さんが、吉野さん、名刺渡さんかったでしょうっていうことを言われましてね、ごめんねということで、今日持ってます、そして、びっくりですけども、スタッフに預けようかなと思って。自分で渡すよって言ったじゃんっていうね、もう本当にこの約束事ができない玉木で、本当信用ならんね、ダメですよね。来年からも気をつけていきたいなと思うんですが、よろしくお願いします。さあ、ということで先に曲の方から行きましょうかねということなんですが、その前に、そうそう、皆さんには先ほど冒頭でね、クリスマスの情報を私目線で紹介したいよってお話をしました。ですので皆さんの考えるクリスマスのメニューとか、我が家ではこういうレシピを今年考えています、プレゼントにはあれを贈ろうと思っています、そしてパパサンタも最近頑張ってますみたいなね、今日私あのラッピング用紙を100均で買いに朝行ってきましたけれどもね
ママさんとも頑張ってます。さあということで、この、クリスマスに関する情報など皆さんの身近な情報があればこちらまで。メールアドレスは761@fmkoza.jp でございます。そして主婦帯を聞きの皆様へリスナープレゼントのお知らせです。今週のリスナープレゼントは、花粉リゾート付着コンドホテル、ワイン&ダイニング、ザ・オレンジ、ランチペア券を2組様です。さあ、東シナ海の絶景とともに、沖縄食材をふんだんに使ったイタリアンを、ね、皆さんに召し上がっていただきたいなと思います。ご希望の方は、メールでお送りいただきたいと思います。懸命に、主婦帯リスナープレゼントと書いてください。さあ、本文にはお名前、ご連絡先を必ずね、書いていただきたいと思いますよ。さあ、また番組へのご意見、ご感想もお寄せくださいませませ。メールアドレスは、761@fmkoza.jp、または、797@fmginowan.com、com ですね。こちらまでお送りください。さあ、締め切りは今週いっぱいとなっています。たくさんのご応募お待ちしています。さあ、当選者は来週のこの時間、主婦帯で発表します。当選された方はスタジオに取りに来ていただくか、着払いでの郵送可能の方とさせていただきたいと思います。沖縄北さんがすごいね、あの何やらスタジオ内大勢がいますか。話し声とドアが開く音が聞こえる。あ、いいんですよね、本当にそうだったんです。今バタバタしてますが、ちょっとねクリスマスソングも先に流れてしまいましたけれども、はい、今がねもう分かっちゃったかな。はい、タロイモさん、そう、吉野さん限定ですということで、ありがとうございますね。今ラジオのお聞きの皆さんに話していることとツイキャスでコメントされている方へのコメントを同時に言っているので、石野さん誰に話してるんですかみたいなところはあると思いますが、失礼しました。はい、まずはツイキャスのタロイモさん、吉野さん限定で使わせてもらってますという意味なんでしょうか。ありがとうございます。そして沖縄北さん、そうなんです、今ね打ち合わせしながらですね番組進めていて、なんとあのオープニング曲がもうすでに流れてしまったっていうですね、めぐみちゃん気づいておりませんでした。さあということでですね、あの先週の紫村レストラン大気の当選者が日賀須さん、イミッチャおじさんさんに決まっていますよ。はい、おめでとうございます。取りに来てください。さあということで、気を取り直してオープニングナンバーをね、終わりたいと思いますが、行きましょうか。聞きたかったです。ポール・マッカートニーでワンダフル・クリスマス・タイム。
さあ、ということでございまして、私、声入ってますか？入ってるかな？はは、あれ？あ、そうか、ヘッドホンから聞こえなくなっちゃいましたが、あ、聞こえてますね。よかった、よかった。リスさんがツイキャスの話ですよ。ラジオを聞く皆さん、この野郎、色づきやがって、みたいな感じでね、言われてますけど、え、私のシャツの話かな？さっきね、この曲が、ポール・マッカートニーのね、クリスマスの、まあ、曲を流してる間に、ツイキャスの方、ユーストの方と、ちょっとね、コンタクトしてましたけれども、私の今日の着ている服が、白シャツにちょっとね、刺繍が入ってるんですよ。葉っぱのね、ちょっとね。そして上から、紺のネイビーのカーディガンを羽織ってます。そして、パンツがね、ズボンが、えんじ色なんですよ。このマイクのカフの色と似てる感じで。はい。そういう組み合わせで、ちょっと透けてる感じがあるんだって、シャツが。ね、私はそんな、もう肌を見せるような、そんなね、年齢じゃないので、そんなことないですよ。ね、結構褒めてくださいました。シースルーですか、このシャツはっていう感じでね、聞かれてますが、そんなことないです。でも40になったばあさんがそんなことないです。でも、ばあさんって言ったらまた、同じ世代の方がそんなことないよって、ね、お怒りを受けそうですが。さあ、それでは、ジャクソン5のサンタがママにキスをした。合ってますか？かけながら。さあ、コーナー進めていきたいと思います。今日のノノフレンズでは、はい、クリスマス情報を玉木目線で紹介できたらと思ってるんですが、さあ、今日はクリスマスで、まで1週間ということでね、クリスマス情報をお届けしていくんですけれども、まずはやはりね、この番組でもよく取り上げてるんですが、心理テストから入っていきたいと思っております。次の曲の準備大丈夫ですか？さあ、いよいよクリスマスが近づいてきました。もうね、ちょっと入ってますよ。パーティーの準備、ケーキの予約など、これからやることがいっぱいなのではないでしょうか。ね、予約がいっぱい、なんかやることがいっぱいという日々は嬉しいものですね。クリスマスのお楽しみは何と言ってもプレゼントです。今回はクリスマスプレゼントにまつわる心理テストを紹介してみましょう。私も大好きなんですが。さあ、それでは皆さん、ラジオをお聞きの方、よく聞いててくださいね。もうね、選択ですから、はい。すべてね、紹介します。一問だけいきますよ。質問。男性からクリスマスプレゼントをもらうとしたら、何がいいですかという、この一問だけです。まず、四択からお選びください。A、花束。B、アクセサリー。C、ケーキ。D、バッグ。さあ、あなたはどれを選びましたか？では早速、結果の前に少し考える時間いきましょうか。クリスマスの歌ありますか？他に。なんかあれば。さて、診断できることはですね、今ここで選んじゃうかな？選んだかな？それを言っちゃうと、ちょっと選び方を変えちゃったりしないでくださいね。もう一回言うよ。質問。男性からクリスマスプレゼントをもらうとしたら何がいいかという質問です。もうね、男性からということですので、まあ女性の皆さんに、まあ、答えていただきたい。A が花束、B がアクセサリー、C ケーキ、D がバッグなんですけれども、あまりね、こう、詳しくこう、ね、考えないで、さっと思い浮かんだものを心に留めていてください。さあ、それではですね、早速結果を見ていきますよ。診断できることが、恋愛期待しすぎ度ということです。クリスマスプレゼントをもらうときには気分がね、好調する、高揚するものです。そのワクワク感は恋をしている時のテンションの高さに似ています。欲しいプレゼントからあなたが恋愛にどれだけ期待を寄せているのかがわかるのですということですね。あ、かっちゃんがアクセサリーやろうということでね。はい、来てますけど、アッキーさん、あ、アッキーちゃんも、ちゃんって言っちゃった。アッキーさん、お茶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 ずっと続いてるね。これツイキャスのコメント読んでますよ。さあ、それでは、私はね、なんだっけな、アクセサリーだったね、私はね。ちなみにめぐみちゃんは A が花束、 B がアクセサリー、 C がケーキ、 D がバッグ。男性からクリスマスプレゼントをもらうとしたら何がいいか。さっき心理の結果を少し言っちゃったけど、あんまりパッとひらめきで言ってみて。バッグ。めぐみちゃんはバッグです。私はアクセサリーです。あなた、それでは参りましょう。まずです、A の花束を選んだあなた、恋愛期待しすぎ度なんと 90% です。恋を美化しすぎということですよ。読みますよ。ロマンティックなものの象徴である花束を選んだあなたは恋愛をかなり美化しています。まるで恋愛映画のような恋ができる、優しくてルックスのいい男性といつかきっと巡り会えるはずだと期待しているのでは。そして恋さえつかめれば今の生活はガラリと変わり、幸せいっぱいの日々を送れるはずだと思い込んでいるでしょう、というのが A の結果ですね。どうでしょうか、皆さん。なるほどね。そして B のアクセサリーです。
私の方なんですが、私選びました。恋愛期待しすぎ度は 30%、 いきなり下がりました。地に足のついた恋愛がしたい人なんだそうです。金銭的な価値のあるアクセサリーを選んだあなたは現実的な人、少々、打算的で、恋人にはある程度の経済力を求めます。そして交際するなら結婚を前提にしたいと思っているでしょう。ただ単に好きだからという理由だけでは交際をしようとは思いません。将来性のある男性と安心できる交際がしたいはずです、ということですが、 B を選んだあなた、アクセサリーを選んだあなたは合ってますか？実はね、私ね、合ってますね。結構ね、結構わちゃわちゃしてますけどね、結構ね、好きだよね、でもちょっと待って、バックグラウンドどうだったんだろうとか、まあ、長男次男まであまり関係ないんですけども、自分の意思を持ってるかなとか、結構これが発展して結婚につながるときにどういう将来像が描けるかなって思いながら、結構ね、私選んでるんだよな、結構そうだったというような気がする。そして C です。ケーキを選んだあなた、恋愛期待しすぎ度 10%。 あら、所詮恋は幻想だと思うという方、嘘。食べればすぐになくなるケーキを選んだあなたは恋愛にほとんど期待していません。所詮恋愛は一貫性のもの、好きという感情はいずれ冷めていくものだと思っているでしょう。もしかしたら過去に辛い失恋を経験しているのではないでしょうか。愛を信じられない自分に対してこのままでいいのかなと少し悩んでいます。で、そこまでですか？どうでしょうか。ケーキを選んだあなた、所詮恋はね、幻想だと思うって思ってます？どうだろうね。さあ、そしてめぐみちゃんはこれを選びましたね。 D のバッグを選んだ皆さん、そしてめぐみちゃんです。恋愛期待しすぎ度 70%、 理想が高いよってなってます。そうかな、そんな感じするかな。読みますよ。高価な贈り物のバッグを選んだあなたは、アクセサリーもそうだと思うけどな、恋愛にかなり期待しているよう。恋愛は大きな楽しみの一つだと思っています。しかし、なかなか恋ときめく男性が見つからないと今悩んでいるのではないでしょうか。あなたの身近にいい男性がいないわけではありません。ただ、あなたの理想が高すぎてどの男性も霞んで見えるのです。という結果になりました。というのは、90% が、まあ、恋愛期待しすぎ度のね、高い方がお花ですよね。次がめぐみちゃんが選んでしょ、バッグ。次にアクセサリーを、まあ、選んだ私 30%。そしてケーキを選んだあなたは 10% ということで、このような、ね、結果が出ました。かっちゃんがさ、ケーキはあかんなって言ってますけど、だって、所詮恋は幻想だと思うって、そんな思いで恋とかするかい？みんなどうですか？ねえ、もっと期待してドキドキするよね。私なんかね、いいなと思ったらずっともうメールとか結構するんですよ。でも仕事の時にはピシャッとできるんだけど、もっと時間が空いたらちょっとなんかこう、ちょっとこう、コンタクト取っていたいなみたいなのはね、20代はあったな、楽しかったな、あの頃。今、その子さんそばにいてくれたらいいな。いろんな話できんかな。楽しそうだけど。まあね、総評という形で。恋愛にね、まあ、すごくね、過剰に期待をすると裏切られた時の心のダメージが大きいもの。初めからあまり期待しなければ、好きな相手からの思いやる行為は全て喜びに変わります。クリスマスを前にあなたの、恋愛へのスタンスを考え直してみてはいかがでしょうか、という。いいお世話じゃってね、いいわいって、自分で考えるわいってね、ムッとした方ごめんなさいね。まあ一つの占いですよ、心理テストということで今日はご紹介しました。いかがだったでしょうかね。タロイモさんが戻ってきた。タロイモ、さっきどっか出てましたよね。タロイモさん、今聞いてて欲しかったのに、今戻ってました。今ね、クリスマスの男性からクリスマスプレゼントをもらうとしたら何がいいですかっていうね、心理テストをしてました。映画、花束、アクセサリー、ケーキ、バッグと続いたんですけれどもね。はい、聞き逃したって方は、ぜひね、またアーカイブで見てください。そこまでか。そこまで重要じゃないかもしれないけど。さて、ということで、まずは一つ目のね、まあ、情報といいますか、お遊びで、クリスマスの、といえばということで、プレゼントから見える、診断できること、恋愛期待しすぎ度の、まあ、調査をね、みんなでしてみました。いかがだったでしょう。さあ、ということで、曲は、今日ね、なかなかこの番組、曲あんまり書けないので、絶対書けようと思って、今日はね、いろいろ用意してますんで、それでは参りましょう。続いてはですね、私ね、彼女のね、デビュー当時の、よくね、お話を聞くことがあったんですけど、すっごくね、親戚の中でも彼女だけがピカイチ美人だと、そのおじさんは言ってました。こんな彼女の親戚にあたる方が音響関係の仕事をしていて、私よく一緒に仕事をすることがあったんですが、うちの姪っ子は最高だぞと紹介していました、この方。ベニでファンファンクリスマス。
なんか流れてきた。面白いね、ラジオいいよ。生っていいね。ドキドキするけど楽しいさ。さあ、皆様がお聞きのこのラジオ局は FM コザのチャンネルですよ。761@fmkoza.jp までメールもお待ちしてます。クリスマスソング聞きたいという方はぜひともメッセージも寄せください。さあ、メッセージをね、一回挟もうか。レシピ先に行く？先にレシピ行こうね。さっき あの聞いてました、心理テスト、その子さん。あ、聞いてなかった。あ、そっか、ひとさん聞いてほしかった。さあ、そう、今の嫁は26でね、かっちゃんが40って、あ、14歳年下ね。別に犯罪じゃないでしょ、今。さっき、たろやまさんが25の時に16の子と付き合ってたっていうのを、ツイキャスからコメントが入っていて、まあ、その間に、曲が流れてる間にね、何喋ってたかっていうと、私が20歳の頃に15歳年上のある男性が、すごく興味を持ってて、憧れだったんですね。そういったことを話していて、まさかまさかのオチで、とんでもないプレゼントをもらってしまったっていうのを、スタジオでめぐみちゃんと爆笑してました。で、以前その話は、園子さんとか、めぐみちゃんには話してて、そんなものもらったんですか？わーみたいな感じのことを言ってたぐらい、すっとんきょうなプレゼントでね。普通にはこういうふうにみんなのお昼にこう広げられるようなプレゼントじゃなかったので、はい、ちょっとびっくりしたよっていうので、その子さんとめぐみちゃんに前聞いてもらいました。それを追加してちょっとつぶやいたら、ガンガン来てます。いろんなものがね。はい。さあ、コーナー進めていきましょう。ラジオを聞きの皆様。もしね、クリスマスはこんなメニューで、我が家では、こう作っていきますよっていうこととか、あとクリスマスといえば必ずこの、まあ、我が家の食卓には、こういったメニュー置いてますっていうね、皆さんのそれぞれのご自宅の一品レシピがあったらね、私にも紹介いただきたいなと思います。さあ、私から次のコーナーは、先ほど心理テストだったんですが、次はですね、通常皆さんのクリスマスメニューって何ですか？ケーキ、チキン、ターキー、何、あとは何ですか？ピザとか、ちょっと洋風な感じじゃないですか。まあまあ、それはそうなんですけど、でね、例えばこういった感じのソースってどうかなって、もうソースから入るんですけど、ハニーマスタードソースって分かりますか？皆さん、子供が吉野さん食べれないでしょうって思います？違いますね。オリーブオイルとか、もちろん粒マスタードとか、蜂蜜を使うんですよ。最近ちょっと蜂蜜の取材をしたんでいいなと思いながら、すごくまろやかになるんですけど、これがね、結構何でも使えるわけ。で、例えばですよ、皆さん。カジキマグロのハニーマスタードソースっていうのいかがですか？カジキマグロ、最近ね、マグロもまあ手に入りますよ。例えば2人分で2切れ、まあ、塩コショウしますね。まあ、薄力粉などまぶして、そしてオリーブオイルではもちろん焼きます。で、このソースが問題です。オリーブオイルね、まあ、蜂蜜、粒マスタード、酒、醤油を合わせてソースを作ります。これがね、美味しいの。蜂蜜、粒マスタード、酒、醤油を合わせてソースを作ります。で、これで、ね、和えるの。これがね、結構美味しいの。そうそう、他にも、まあ、ハニーマスタードということで、蜂蜜と粒マスタードと、あとね、生クリーム入れます。塩コショウとか。そして、最後にね、ピンクペッパーご存知ですか？皆さん。ちょっとね、高値するんですけど、黒塩のコショウではなくて、そうなんです。ピンクペッパーというのがあるので、それを上からまぶすとね、ちょっとね、クリスマスの雰囲気も出てね、可愛いので、ぜひこのソースを使った一品、普通のチキンを作ってもいいんです。それに、そのかけるソース、あえるものを変えてみてはどうかという、まずは一つの玉木からのアイディアでございますね。さあ、そしてもう一つが、可愛いよ。子供たちと一緒に作ってくださいね。ポテトサラダ、私実は得意なんですね。よく私のもう作る料理の5つの中に必ずポテトサラダが入るんですけど、今ね、ツイキャスまた復活してますよ、皆さん。はい、一回切れましたが、失礼しました。さあ、ただいまはクリスマスの簡単レシピを玉木吉野のののスタイルから紹介しています。クリスマスソングもいいね。さあ、作っていただきたいのは子供たちと、栄養満点です。子供も喜ぶ野菜のクリスマスツリーということで、ポテトサラダをまずね、普通に作りますよね。子供が好きな味でいいです。私は最近カレー風味にするんですけど、まあそれ置いといて、積み上げます。粘土みたいに。で、それに、人参とかお星様とかハートに切ったもの、ミニトマトとブロッコリーをくっつけていくの。普通に周りに盛るんじゃないんですよ。三角とかにこうお山にしたポテトサラダに、ブロッコリー、人参、トマトをこうね、パプリカはちょっとね、まあまあまあ好きな人はつけていただきたいんですが、本当に可愛くね、盛るの。すっごくね、雰囲気可愛いです。食卓が本当に華やかになるので、ぜひね、やってみていただきたいです。ただ盛り付けじゃん。そう、盛り付けに工夫するの。普通の料理でいいんだけど、盛り付けに工夫するだけで、クリスマスの雰囲気出ますからね。
そうだと思います。なんか私もね、こういうのすごく好きな人で、最近も、うつわ屋さんがセールやってたんで、先週ね、FM 講座の放送終わってね、まあ、打ち合わせ前に飛び込みましたけども、買いました。今日はさ、後ほど皆さんに紹介します。でも多分売れてるかな。はい。まあ、皆さんにもね、こっそり紹介しちゃいますが、今日はね、ちょっと先に見せようかな。この後、スムージーで使うんですが、じゃじゃん、こちら。グラスに見えますか？プラスチックです。下はゴールド。かっこいいですよね。シャンパンとか見られそうです。なんと、10個で1000円です。すごくない？めぐみちゃん。さっきから私自慢してるんですけど。こういったもの私結構揃えてて、人がよく集まるんですよ、うちに。なので、バー出しといて、もうね、もう倒れようが壊れようがいいです。たかが100円です。でもね、100均には売ってません。そう、そういったものをですね、沖縄の宜野湾市で買いました。後ほど紹介しますが。さあ、ということで、オリジナルレシピの方の紹介でございました。さあ、曲の後はいよいよですね、スムージーご紹介します。今日はめぐみちゃんにね、このおすすめの、メニュー、レシピ紹介していきたいと思います。その前に参りましょうか。こちら、グリーンで雪の音。26年、あ、そっかそっか、そういうことか。26で平成元年ぐらいだよね。待って、私が16歳になったぐらいに平成になったんで、多分合ってるね。あ、もう全然言ってるからねでもだよね、だって26だもんね。あ、そっか、そうなんですよ。はぁ、下落ちちゃった。さあ、ということで、あ、そうか、次間にメール入れるか、解けるな。 OK、メールのことをすっかり忘れてました。あ、いい、ジヒョンさんもいるよ。あ、そっか、さっきから、あ、あ、いとこの喫茶店インシャラーで VSOP 入りの、なんだこれ、うん、そうですね。あとね、アムロもあるんで、アムロは一番最後でね、唐島みゆきをね、来ましたよ、今度は。からしもわかりました、わかりました。そう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 、胸先生ね。じゃあ今度 ね、メール、メールいきますね。メールいきます。 CM は次入れていいんじゃないでしょうか。ね、今入れてもいいんじゃないかな。これ曲、あ、そう、曲の後入れて、そして次に上がるものが別な BG をして、そして メールを読んで、ね、メールを読んでコーナーにそのまま行こうかな。メール読んで、そうだよ、メール読んで、そのまま行きましょうか、コーナーに。うん、え、ジヒョンさん元気かな。あ、曲挟めるといいね。いや、なんか曲も聴きたいなと思ってさ、本当はさ、そう、今日のね、朝ね、あるコーヒーをいただいたんですよ。あとからちょっとアップしようかなと思ってるんですけど、すごくない？フラスコでこんなの落ちなる、普通すごくない？下でこう、何、ろうそくをさ焚いてさ、うん、びっくりだよ私も。さあ、ぜひツイキャスの方、そうかそうか、皆さん、そうなんですよ、カフーリゾート2択コンドホテルワイン&ダイニングザオレンジのランチペア券2組様です。今日はぜひ皆さん応募ください。結構ね、応募してくれる人、応募してくれるんだよね、きっとね。そうだよね、きっとね。はい、なんでそのバタバタしてる、髪の色が染まってる感じが分かるね。さあ、ということでして、あと何分でしょうか。OK、じゃあメールから先にいきますね。あ、ん、おお、あ、いや、姉
さんついてしまったモデルとセラが即戦力ですよ。え、イージェヒョンさんがってこと？え、そういうこと？ちょっと待って。あ、そうか。今から並ぶのね。え、青の軍団さん？青の軍団さんも朝に番組にメッセージを受けてるんだ。曲分けに一回 CM 入れた方がいいんじゃない？先に、ね、入れててもいいし、そしてまた普通あの BGM をクリスマスソングになんかして、でメール読みましょうね。そうか、タロエモさんも今は何？今ランチ中ですか？ランチ中かな。この後ね、スムージーの紹介もあるので、あ、その子さん大丈夫でした？スムージー。あ、まだ飲んでなくて。え、ぬるくなったの大丈夫？あ、中に入れてる、どっかに。大丈夫？あ、大丈夫？あ、それ動じゃないね。大丈夫です、大丈夫です。さあ、さった日中によれば、そうか、2分前に送ってきてるんだね。あ、インシャラ懐かしいな。 VSOP ってなんだろう。起きた、切れた。おー、いい感じですね、曲が。はい、クリスマスソングってやっぱいいね。この時期だけのものなんだね。聴けるときにいっぱい聴きたいなと思うんですが、はい、皆さんもぜひね、午後のお供にお付き合いくださいませ。で、ランチ中なのかな、皆さんね、結構出たり入ったりとか、この時間に一応ほらご飯食べて少し1時間ぐらいしかないじゃないですか。ちょっとね、20分ぐらい仮眠したいなとか、そういうのありますよね。まあまあ BG にでもお聴きいただきたいと思います。さて、メールの方もね、紹介していきたいと思います。先ほどからツイキャスのコメントの方もね、ラジオからご紹介させていただいてますが、さあ、ムーネー先生は、先生って先生は、そう、午前11時58分だから、そうなんです、番組始まる2分前に、届けてくれました。どうもこんにちは、ムーネー先生である。早く起きたので二度寝して、いまだに眠いです。そういう時眠いんだよね。特に今日またこのほんわかな日差しなんでね、眠気誘いますね。さあ、去った日曜の夜はバースデーナイトだったので、久々にいとこの喫茶店インシャラーで VSOP 入りのコーヒー、これどういう意味なんだろう、これどうやって読むんだっけ、ムネシャシャ、カフェロワイヤルを飲みました。懐かしいな、インシャラ。その後家に帰るとチーズケーキがない。仕方なく安いチーズケーキを探して3キロほど歩きました。3キロ結構歩いてるよね。うん、
で、ほろ酔いの私は少しふらついて何度か足が止まりましたね。しかし私のケーキ嫌いは知られてるのね。あの生クリームが苦手ですと。私あの生クリームが好きなんだよな。でもチーズケーキうまいですよね。それを探して3キロほど歩いた。すごいね。そしてね、何に反応したかって、国際通りの喫茶店インシャラーでしょ、ムネ先生。私ね、初めてこの業界に入って、AD の仕事もさせてもらってるんですけれどもね、21の後半ぐらいかな。あ、じゃあ、そうですね。その時の初めての取材場所が、私自分でちょっとこう仕込みを書いてですね、喫茶店のある面白いコーヒーを入れるところのお店があるので行きたいと、あと老舗ってことで、まあ、プロデューサーにこう言いましてね、少し小さいコーナーではあったんですけど、初の取材ということですごく張り切ってて、そのね、場所を選んだのがインシャラーだったんですよ。すっごくね、雰囲気のある、喫茶店で、すごくコーヒーの入れ方が独特でね、まあ、その時もそうなのかな。あれからね、もう本当にあんまり行ってないですよね。ちょうどその那覇市のね、まあ、テレビ局に勤めている時には、よくお邪魔してました。とってもなんかコーヒーが飲めないくせにそこに行ってたくさんミルクいっぱい入れて、本当だったらブラックでね味わって飲んでほしいって亭主は思ったかもしれないけど、すごくまあ、そんなコーヒーのちょっとまあ苦手な、でも雰囲気を楽しんでるだろうなってきっと思ってくださったと思うんですが、随分フォローしていただいて、とってもね素敵な喫茶店、大人の喫茶店というイメージが今でもありますね。そっか、ムーネー先生いとこなんだな、すごいな、びっくりしました。さあ、そしてこちらで、ノノスタイル様、北さんからですよ。メグンさん、吉野さん、プレゼントに応募しますってことで当たるかな。誰が阿弥陀くじするのですか。阿弥陀くじで選んでるんですかこれ。その子さんですって手を挙げてます。今スタジオにいるんだけどね。そうですよ、ちゃんとその子さんに何かみんなアゲントそう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 、だから阿弥陀くじ中にみたいなね、何なりも働いてませんよ。さあ、イ・ジェヒョンさんから、姉さんこんちくわ、今日は今からね、リスニーニーと、リースニーニーとうなぎを食べに行くぜ。すごい。え、そっかそっか。え、そして、でね、12時31分。もうついてるんだね。姉さん、ついてしまった。モデルとしてなら即戦力ですよって、そう。さっきね、ツイキャスの方には紹介したんですが、身長172センチ。バスト87、ウエスト75、ヒップ90。ラジオのお仕事もしたいけどね。今日のバイタルチェック、体重 36.2 度。体温ね。体温だね。怖いね。体重が 56.8。体脂肪率が 11%。すげえな。なんで、血圧上が126、下が84。脈拍63。どんなやね。ちょっと待って。かっこいい人だったよね。イジェヒョンさんね。めぐみちゃんが微妙な反応してますけれども。身長172センチ。男性でですか？これ男性よね。185ぐらい欲しかったですね。そう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 。さあ、今ね、うなぎ屋さんの写真が出てますが、とっても良さそう。ここどこだろう？その子さんとかわかるんかな？うなぎ屋さんに着いたらしいんですが、写真が添付されてて、とってもね、和な感じです。後ほどなんかもし情報あったらね、教えてほしいな。ありがとうございます。さあ、ということで、番組へのメッセージですね。ごめんなさい。これは、沖縄の風さんから、ブランデーのことかな？ベリー、非常に。これは、何？めぐみちゃん、これ。スペア？合ってる？その子さん読み方。SUPERIOR。恐ろしいね、私たちね。これが発音できないっちゅうね。ちょっとごめんなさいね。これ、まあ、つまり、有料なって意味ですか？スーペリア、有料、さすがその子さん。そして、オールド、古い。そして、これは、ペレディ？透き通ったの略。っていうことで、先ほどの、そう、私がね、さっき何て意味なんだろうってことなんで、そうですよね。ムネ先生じゃないですよね。ブランデーのことかなと。なるほど。ありがとうございます。沖縄の風さん。また、お名前の沖縄の風って、このね、メッセージのこのタイトルいいですね。タイトルというかこのお名前がね、沖縄の風いいね。ありがとうございます。勉強になります。ちゃんと調べてみますね、自分でもね。ありがとうございます。そう、ムーネー先生のもう一回見てみてもいい？VSOP ね。OKOK。ブランデー入りのコーヒー。いいなぁ。なるほど。わかりました。ありがとうございます。そうかそうか。写真にもね、そうだ、ごめんなさい。沖縄の風さん。ムーネー先生から添付されてきたメールに、奥にね、ブランデーが写ってる。多分そうだと思います。本当にありがとうございます。さあ、ということで、メッセージのご紹介でございました。さあ、それでは皆様、いよいよなんですが、コーナーに入っていきたいと思いますよ。先ほどはレシピの紹介。
そして、まあ、少しね心理テストなんかも行いましたが、今日は久々の、玉木から皆様へのスムージーのご案内ということで今日持ってまいりました。で先ほどねもう先に、園子さんやみみりちゃんとかにもね飲んでみてということで、ああそうかそうか、ツイキャスも来てるのね。はい、このように入れてきました。さあ今日はですね、今この時期といえばリンゴが主じゃないですか。結構、ね、私もリンゴのお裾分けを実はいただいて、パイにしたりとか、まあ、いろいろとね、スムージーでいただくことが多いんですが、今日はリンゴヨーグルトスムージーということで、甘酸っぱいリンゴ、本当に美味しいです。それをデザート感覚で、あえてね、凍らすんですよね。ヨーグルトと、そして、リンゴを、まあ、冷凍して使います。それを昨日冷凍してきました。ちゃんとね、塩気、リンゴをよく洗って、はい、いろいろやってきました、材料を。で、1杯分を紹介します、まず。リンゴ。120g の2分の1ってことで半分くらいです。1杯分ですからね。分量はお任せします。で、無糖ヨーグルト 50g。そして、豆乳か牛乳 100cc。そして、蜂蜜など大さじ1で作ってみましょう。お好みでどんどん変えちゃってください。さあ、ということで目の前に、またまたね、スムージーのミキサー持ってきてます。今日ね、また雑音みたいな音が鳴りますので、いいかな？一回マイクを離しちゃいますかね。さあ、それでは、こちらな感じで、今ね、材料が入ってます。めぐみちゃんの一人分だけをね、これから作っていきたいと思いますよ。さあ、それでは行きます。ちょっとね、ウネズみたいな大きな、音が鳴りますけども、事故ではないです。行きます。あ、そうか、入ってない。そうです、忘れてた。電源が入っていなかったので、めぐみちゃんに一回入れていただくまで私喋ります。さあ、おたま、おたまジャクソンさんからリンゴと蜂蜜？そうです。リンゴと蜂蜜。ね、ボンカレーみたい？ククレカレーみたい？違います。今日はスムージーの紹介ですね。食べたいということ。ありがとうございます。おたまジャクソンさん初めてですか？玉木由志乃と申します。さあ、そしてムーディー先生もツイキャスからごめんね。さっき意味わからなかったってば。VSOP ブランデーベリースペシャルオールドペイルっていう。あ、すごい。かっこいいね。さすが。はい。来ております。ありがとうございます。さあ、ということで、スイッチが入りましたので、これから大きな音を出ます。この番組から。いきますよ。すごいでしょ、この音。工事現場が隣にあるわけじゃないです。そして、機械がどうにかなっちゃったわけでもないです。今、私が、ローフードマイスター、玉木が、スムージーを作るためにミキサーを今ね、回してます。はい、終わりです。回してる時に蓋が外れるとか、そういうの期待したいでしょ？そして私この番組、この FM 講座いられなくなります。すぐ即クビだと思います。普通はこんなこと回さないから、普通は。スタジオにこんなの持ってきちゃ本当いけないですね。各局のいろんな人が見たらわじられるかもしれません。さあ、それをですね、絶対食べ物を持ち込んじゃいけないっていうね、あるんですけどね。さあ、私は持ち込んでしまってて一応許可をいただいてます。行きましょう。じゃじゃん。さあ、今日はですね、リンゴの方はお塩をつけて一旦ね、この色が冷めないようにしているんですけれども、今こういう風に作りました。ラジオを聞きの方にはどんな風に仕上がったのか、見た目にはですね、まあ、白いです。クリーミーな感じ。それに先ほどアーケードに、咲いていたブーゲンビレを少しでいただいて、こんな感じで園子さんたちに、送ったんですよね。ビラビラになっている。はい、こんな感じです。どんな？ね、ちょっとシャンパングラスのような感じ。この音はね、今、入ったので、ちょっと、こんな音なってますが、カチンカチンじゃないでしょ？ガラスじゃなくて、今日はプラスチックの、すごく、下が、ゴールドの入れ物に、見た目には本当にシャンパンを入れそうな感じです。それに、その、リンゴヨーグルトスムージーを作ってみました。これをね、食前な感じで飲むとか、あとはそのデザート感覚でチキンとかいろんなものを食べた後にちょっとスッと出していくとデザート感覚でいいなと。で、なるべくポイントは大きいものを使わないって思ってるんですよ。なんか結構出されててたくさん料理があるから食べたいんですね、みんな。で、たくさん入れるとお腹いっぱいになるわけよ。うん。なので、ほんのちょこっとね、こう、クックックッ飲むくらいでいいんじゃないかなと思います。さあ、ゆきひろのパパさん。それにアルコール入れると、その子さんは飲むかも。いやいや、その子さん、もう、いや、真面目に今働いてますので、ね。まあ、後ほど、まあ、飲んでもらいますが。そして、北さんが、大丈夫、小座だから。いや、どういうこと？なんでね。この時期飲み会が多いから疲れた胃に良いかも。まあ、私は向かい酒ですけど。ねえ、ゆきひろのパパさん。そうですか。私の友人もそうだったな。さあ、タロイマさんがさっきの音にビビってね、放送事故だ！そんなこと言うもんじゃないですよ。そんなこと一つも起こっていません。私とめぐみちゃんの中では毎日事故みたいだよね。毎週。音出ないしとか間違ってるしとかね。すいません。こんなことずっと2年もやってますけどもね。さあ、それを、はい。めぐみちゃんに飲んでもらいます。お願いします。待ってよ。さあ、すごいですよ。こんな生放送ね。写真撮るよ。
ちょっとね、めぐみちんを、そう、めぐみちんいつも紹介できてないから、そう、めぐみちゃんこの方です、イエーイ、はい、そう、ソロタンのものには久保田を入れよう、ね、どういう意味それあ、ソロコさんも来たよ、ソロコさんおいでこっちに、もうぬるいからはごうじゃん、大丈夫、ソロコさんいます、皆さんね、今すごくね、ソロコさんめっちゃ忙しい人なんですよ、うん、でもいつもぬるいでしょ、ぬるいよね、ソロコさんのやつはもうさ50分前に作ってるんで死にぬるいはずで、めぐみちゃんはどんな、おいしいよね、いいよ、カフェあげても大丈夫よ、これ入る、なんかどうですか、めぐみちゃん、フルーティーってその子さんが、うん、その子さんとめぐみちゃんが今ね、隣で飲んでくれてます、乾杯、チーン、音は鳴らないですよ、うん、ね、もう、あ、そうそうそう、わざとね、蜂蜜も入れてますんでね、あ、ま、今日はちょっと甘めなデザート風にしてます、ぜひ皆さんもヨーグルトリンゴスムージ、リンゴヨーグルトスムージー一緒ですね、え、豆乳か牛乳、私は豆乳を今日入れてます、そしてもうみんなツッコミすごいけど、北さんとかが今ツイキャスコメントフォローですね、千葉菜さんのはシマーが入ってるのかな、ソロちゃんはアルコール入り当たりって、タロイマさんもちょっとソロタンのものには久保田を入れようっていうのは、あのお酒のこと、昨日飲んでました、昨日飲んでた、あ、そっか、なるほど、わかりました、ということでもうエンディングになってるんです、実はね、ちょっとだけ唐島さんかけたいね、雰囲気だけでも、もうちょっとしか聞けないけど聞く、なんかね、ちょっとわちゃわちゃしたんで、ちょっとさ大人の感じで結ぼう、じゃあ私も残りを、自分で言うのもなんだけど、調合今がいいな。さっきのその子さんのが、これ美味しいね。やばいわ。これ飲んでみて。ごめんごめんごめん。今本番だよね。待って、一回番組閉めますね。この後、小勢ちゃん入ってきますんで。はい。はい、ですね。また喋らない方がいいね。ですよね。さあ、ということで、ちゃんと喋ってって感じですね。さあ、玉木由志のののスタイル、いよいよ12月25日、来週の金曜日の放送で今年度を結びたいと思いますので、ぜひぜひ聞いてください。メールやツイキャスのフォローも皆様ありがとうございました。ということで、この唐島みどりのサイレントイブを聞きながらお別れです。それではまた来週。バイバイ。